はい、トーソンです。今日もね、自動防衛システムを未だに考えてますね。で、今回使っていくアイテムはちょっと ストーリー進んで出てきたアイテムなんですけども、これですね、ピストン。ピストンね、相当使えますよ。これ、この響きからしていいですからね。まあ、ちなみに響き、ピストンの効果こんな感じですね。まあ、ここにピストンがあるとするじゃないですか。で、こう、ピストンするんですよ。まあ、こういう感じよ。完全に魔物が死んでからやるっていうね。魔物でやりたいな。こうね。まあ、こういう感じね。まあ、敵を吹き飛ばすアイテムですね。まあ、大砲の弱点としては、こう、こう近場にさ、こうブロックとか魔物がいたりすると、なんだ、自分も食らっちゃうんだよね、大砲が。だから敵が至近距離にここまで接近した時に撃つと大砲が壊れちゃうんだ。2発くらいで、これで壊れちゃうんだ。だから自動防衛システムとしては不完全というか、まあ、すぐ壊れてしまって使えなかったんですね。そう、俺はこの弱点を補うため研究を続けたんだ。で、皆さん、今回はもう自動防衛システム作成済みです。まあ、その弱点を補ったシステムですね。まあ、要は至近距離で大砲が放たれなければいいわけですよ。まあ、絶対敵が遠くにいる状態で、まあ、大砲が自動で発射されれば、まあ、自動防衛システムというか自動で敵を攻撃してくれるってわけなんですね。出てきたのはこれ、スイッチを押すとピストンじゃなく大砲も反応します。こんな感じで、こうピストンで敵がこう絶対もうこう遠くにやられちゃうのよ。だから大砲が当たる瞬間も、まあ、大砲少し後ろにあるんで、大砲が当たるタイミングもちょっと離れた時になるんですね。ここら辺で多分ヒットする予定。絶対これ来たでしょ。ちょっと壊さないで。壊すの禁止よ。やばいじゃん。これ絶対ポコーンってなるやつじゃん。ポコーンってなるやつじゃん、これ。何これ。もう階段を作ってあげれば、まあ、壊して侵入するってことはないので。この優しさ、魔物のために階段を作ってあげる優しさと見せかけて、この悪魔の防衛システムへの何誘導、恐ろしい。投射方面恐ろしい。頼むぜ、2回目だ。バカめ、いいんじゃないですか。当たる瞬間がずれるのよ、これ。おっと？な、おっと？スイッチ取れちゃいましたね。ダメじゃないですか、これ。あ、なくなっちゃいましたね。あ、ダメですね、これ。なんか悪くねえんだけどな。できてるよな。最初できてたよな。こう飛んでくる前まではできてたよな。飛んでくんのマジずりーと思うんだけど。まあ、これで一度やってみましょう。まあ、よくわからん、よくわからん跳躍力の持ち主がいるので、まあ、それを超えてこないようにした感じですね。あと、道を整理しました。ちょっとね。これいけないかな。まあね、こう、地形を壊してくれる、大砲がね、ちょっと地形を壊さなければ全然いけるんだけど、地形を壊しちゃうぐらいの威力があるからさ。ちょっと待てよ。
は？いや悪くねえんだけど、いや悪、何この一発で取れる乳首みたいな。ちょっとね、なんかジャンプしてこの上に乗るみたいだったので、あの人だよくわからん、よくわからんジャンプの持ち主が、跳躍力の持ち主がよ、ここを埋めます。よし、これでやろう。これでここで突っかかっても、ああうん、下まで落ちる。なんか乗っちゃうってことはないね。ほらほら、これこの人たちには結構割といい感じに効いてるんだよね。乳首にならないし。あ、あ、ちょい、あ、乳首になっちゃった。なんで？この乳首になるときとならないときの差何？乳首になっちゃったらダメだよ。はい、ということで結局こうなりましたね。まあ、超エコですよ。エコっていうか、まあ、地球に優しいっていうか、やっぱ自然の力を借りるべきだと私は思いましたね。まあこれ第一章でも似たようなことをやったんですけど、あのピストンがさ、結構やっぱ優秀なわけよ。まあ、こんな感じですね。大砲いらねえやと。まあ、要は、ここに、あの、敵が出現して、まあ、あっちに拠点があるから、まあ、俺が敵だとするじゃん。うほほい、うほほい、うほほい、うほい、まあ、死亡ですよ、もう。ちょっと上から覗く形でいきます。あ、進まないのか、時の流れが。あ、いいんじゃない？これちょっと、これしてる間ちょっと見れないな。あ、あー、倒しきれないと。あ、ちょっと解体工事が始まってしまいましたね。でもちゃんとめちゃめちゃ効果発揮してる。まあ悪くないんだけどね。あれ、フレームって落下ダメージ入んの？水だからってわけじゃないでしょこれ。すごい、フレームっていうのはさ、このなんだっけ、このなんだっけ、これこの氷の弾丸属性攻撃じゃないとダメージ入んないんだよ。普通の物理攻撃ダメージ入んないんだけど、まさかの落下ダメージが入るっていう。何、氷の弾丸でしかダメージが入らないはずなんですけど、まさかの落下ダメージが入るっていう。物理系効かないと思ったんですけどね。あ、これいるじゃん。基本ゼロなんですよ、物理攻撃はね。でも落下ダメージが入るっていうね、びっくりしたよ。こいつらに落下ダメージっていう概念があるんだ。普通だったらこう倒すしかないんだよね。あら、こう。まあ、耐久力自体もちっちゃいからなんだろうな。16か、あ、16か、あ、16か、あ、16か。
あれフレイムって落下ダメージ入んの？